どうも、おちんです。今日もゼルダ無双ダウンロードコンテンツ第1弾やっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ついにここまで来ましたよ。危険個体の目撃、忘れ去られた神殿。まあ、ここが何かというと、これだね。新しいプレイアブルキャラクターを解放するために行く場所です。ついにここまで出しちゃいました。さあ、どれぐらい難しいんでしょう。行ってみます。ここか。この先に行けばいいんだね。おー、来た。戦歴のガーディアン。なんか剣とかがめちゃくちゃ、おー、刺さってるね。あ、なんかあれだな。もともとのガーディアンよりも、攻撃が若干タイミングをずらしてくるみたいな、そういう感じがした。なんか、ちょっとやりにくいぞ。まあまあ、それでも全然いけるでしょう。まあ、リンクはね、それぐらい、なんてことないから。いけるか？あ、オッケー。まあ、この、ビタロックはめすれば、なんてことないね。あと一回で、おしまい。いや、余裕だね。よし。お！なんかしてきそうだったけども、全然キャンセルできた。終わりだ。おーし。いや、簡単。簡単です。1分7秒。まあまあ、そうでしょう。で、もらえるアイテムもいつも通りの感じじゃない？うんうんうん。危険個体の研究報告が1個か。お、新しいクエストも出たな。おー、生存をかけてっていう新しいクエストが発生しました。で、それプラス、これだね。ついに解放です。一番端っこだから結構時間がかかりました。来た！戦歴のガーディアン！強いのかな？どうなんだろう？では、歴戦のガーディアンの特訓やっていきましょう。あ、結構、攻撃速度は遅めなんだな。あ、でも範囲はすごいね。で、武器はね、一回も上げてない。ドノーマルのやつ。だから、全然だな。うん、この雑魚どもを、これぐらいしか減らせないっていうのが、あ、でもこれなんかね、この、シールドを、放った後にこの、ピュン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 っていうメギドみたいな技、こういうやつをした間に動けるから、やり方は結構あるな。いやいや、これ結構難しいぞ。これ500体これ倒すの結構難しいかも。で、爆弾はどんな感じだ？爆弾は？あ、爆弾は連射するんだな。あ、でも威力は、そんなない。あ、これ武器に依存するのかな？武器、攻撃力に。わかんないね。で、ビタロックどんな感じですか？あ、ビタロックは固めてからぐるぐる回る。はいはい。これでかいから。でかいからちょっとわかりづらい。でもって、アイスが、あ、アイスメーカーは一緒の感じか。はいはい。あ、めちゃくちゃ動きが遅い。これあれだね。
動きアップ、攻撃速度アップを必ずつけた方がいいレベルだな。うん、それぐらい遅い。ちょっとマグネはどんな感じなの？あ、マグネも特に変わりはなさそうです。いやー、攻撃力上げてくれよかったな。まあ、とりあえず先に進みましょう。もうちょっとで500。おっしゃ、クリアか。ギリギリだったな。攻撃力上げてくれよかった。なんだ、レベル58だったのかよ。まあ、レベルはね、お金で上げれるので、まあ、すぐでしょう。そうか、そうか、そういうことか。とりあえずね、今日は、歴戦のガーディアン、解放しました。まだね、使った感じそんなに強くないんだけども、おそらく、レベルを上げて、武器を上げる。そしてね、攻撃速度を上げれば、全然強くなってくると思うんで、はい、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。